こんにちは、キノコードです。チャット GPT が話題になっています。機械学習の凄さを知った方も多かったのではないでしょうか。2012年にデータサイエンティストほど素敵な仕事はないという本が出版され話題になりました。その時から時間が経ちましたが、機械学習を扱うデータサイエンティストは今でも魅力的な仕事です。しかし私は機械学習は何もデータサイエンティストだけのものではないというふうに考えています。マーケターや経理の人、技術開発職の人などにもぜひ習得した方が良いと思っています。また機械学習は皆様にも習得できるスキルだと考えています。ただし問題なのは、どうやって習得していいかわからない、どういう手順で学習していいかわからない、どのくらいで習得できるかわからない、そういったことが問題なのではないでしょうか。そこでこの動画では機械学習に関する悩みを全て解決していければと思っています。この動画はこんな方におすすめです。 Python で機械学習ができるようになりたい人、 Python による機械学習の習得のための学習手順を知りたい人、 Python による機械学習のコツを知りたい人、Python による機械学習の学習時間の目安を知りたい人、そしてこの動画では次のようなことを丁寧に解説をしていきます。 Python による機械学習の魅力、 Python による機械学習のできること、 Python による機械学習の習得方法や学習時間、このようなことをこの動画で解説をしていきます。この動画は YouTube で日本最大級のプログラミング教育チャンネルを運営している私、キノコードが解説をします。私自身は2012年からプログラミング学習を始め、2019年以降はプログラミング教育に携わってきた専門家です。他にも私には次のような実績があります。私は毎月10人以上、合計100名以上のプログラミング学習者と1対1で悩みを聞き、アドバイスをしてきています。私自身はプログラミングスクールに通ったり、本や有料動画での勉強をした経験もあります。私自身は Python 学習サービスキノクエストを運営しています。また本の出版の実績もあります。このような実績がありますので、安心して聞いていただければと思います。もし機械学習をやってみたい、機械学習による予測をやってみたいと思われるのであれば、プログラミング言語としては Python を選択されることをお勧めします。Python 一択と言っても過言ではないです。他にも R という言語があったり、 Java、C プラ、MATLAB などがあります。しかし Python には次の5つの特徴があるためおすすめです。 Python はシンプルで読みやすいプログラミング言語です。初心者にも優しい言語です。これから学習される方であれば、機械学習に入るまでに3ヶ月から半年の基礎学習を経る必要があります。基礎学習に挫折しないためにも、シンプルで読みやすいプログラミング言語である Python を選択されると良いでしょう。 Python には Jupyter Notebook という便利なツールがあります。 Jupyter Notebook は Google Chrome などのブラウザがあれば利用できます。 Jupyter Notebook は Python を使用した対話型のプログラミング環境です。対話型とは、ユーザーがコードを入力し、そのコードに対する結果や出力をすぐにフィードバックとしてブラウザ上で受け取ることができます。初心者にも優しいプログラミング環境があります。また Google コラボラトリーという Google のサービスを使えば、パソコンに設定をすることなく、ブラウザさえあればすぐにプログラミング学習を始められます。 Python には機械学習やデータ分析に特化した多くのライブラリーがあります。具体的には Scikit-learn、TensorFlow、Keras、PyTorch などがあります。これらを利用することで手軽に機械学習のモデルを構築できます。今説明したようなライブラリーは他の言語にはない豊富さです。 Python は最も人気のあるプログラミング言語です。つまり世界中の開発者によって広く使われているということです。書籍も非常に豊富です。参考になるウェブサイトや YouTube 動画も多いです。コミュニティなどもあります。学習方法やエラーに対する解決方法や情報交換がしやすい環境が整っています。 Python は無料です。 Python のライブラリーも無料です。お金をかけずに学習をスタートできます。自宅のパソコンにも会社のパソコンにも無料で使うことができます。例えば分析アプリケーションを作った後、会社の社員100名に配るとしても無料です。
分析のアプリケーション BI ツールのようなものを作った後、会社の社員100名に配るとしても無料です。以上の理由から機械学習をやるなら Python 一択ということになります。機械学習をやりたいけど一体どんなことができる、仕事や学業趣味に活かせるのという疑問があると思います。そこでここでは機械学習でできることの事例を30個ほど説明します。機械学習のできることとして、画像認識、自然言語処理、予測分析、推薦システム、異常検知などいろいろできることがあります。もちろん生成系 AI も機械学習によってできています。その中でビジネスシーンでニーズが最も高いと言ってもいいのが予測分析です。そしてこの予測分析の種類には2通りあります。それが分類予測と回帰予測なのです。分類予測とは、顧客が購入するかしないか、患者さんが病気になるかならないか、売上が上がるのか下がるのかといった予測をします。分類予測は簡単に言うとカテゴリー予測です。回帰予測とは、売上がいくらになるのか、在庫が何個になるのか、患者さんの健康寿命は何年と何ヶ月かといった予測をします。回帰予測は簡単に言うと数字の予測です。これから説明する30例の説明では、予測分析が回帰か分類か、使用するデータとしてはどんなものを使うのかといったことも合わせて説明をします。網羅的に説明をしていきますので、こんなことも Python と機械学習でできるんだと思いながらざっと聞いてみてください。それでは機械学習でできることの30例の説明です。1つ目、オンライン広告のクリック率を予測。使用するデータは広告の種類、ターゲットユーザー層、広告の表示位置、ユーザーの行動履歴などです。予測の種別は回帰予測です。ジャンルとしてはマーケティングに活用できます。2つ目、顧客が特定の商品を購入するかどうかの予測です。予測に使用するデータは、顧客の年齢、性別、購入履歴、検索履歴、クリック履歴などです。予測の種別としては分類の予測です。ジャンルはマーケティングです。3つ目、商品の在庫数を予測できます。予測に使用するデータは、広告の種類、ターゲットユーザー層、広告の表示位置、ユーザーの行動履歴などです。予測の種別は回帰予測です。ジャンルはマーケティングです。4つ目、ウェブページの訪問者数を予測。予測に使用するデータセットは、過去の訪問者数のデータ、ページのコンテンツの種類、ユーザーの検索ワードなどです。予測の種別としては回帰予測です。ジャンルはマーケティングです。5つ目、製品の売上予測です。予測に使用するデータセットは、過去の売上データ、市場動向、競合他社の状況、プロモーション活動などです。予測の種別は回帰予測、ジャンルはマーケティングです。6つ目、映画の興行収入を予測。使用するデータセットは、監督、俳優、ジャンル、予算、公開時期、公開前の評価などです。予測の種別は回帰予測です。ジャンルはマーケティングです。7つ目、顔画像から推定される年齢を予測する。予測に使用するデータセットは、顔画像、顔の特徴点、顔の形状、皮膚の質感などです。予測の種別は回帰予測です。ジャンルは画像認識です。8つ目、画像から人物であるかを特定。使用するデータセットは、形状、色、大きさ、位置、角度などです。予測の種別としては分類予測です。ジャンルは画像認識です。9つ目、画像から不良品であるかを予測。予測に使用するデータセットは、製品の画像、寸法、重量、製造過程のデータなどです。予測の種別は分類予測です。ジャンルは画像認識です。10個目、テキストから感情がポジティブかネガティブかを予測する。予測に使用するデータセットは、テキストデータ、単語の出現頻度、単語の感情スコアなどです。予測の種別は分類予測です。ジャンルはテキスト分析です。11個目、筆跡画像から特定の人であるかを予測。予測に使用するデータセットは、筆跡サンプル、筆圧、筆順、文字の形状や大きさ、スペースの取り方、傾きなどです。予測の種別は分類予測です。ジャンルは画像認識です。12個目、犯罪が発生する確率を予測です。予測に使用するデータは、人口密度、失業率、警察の人員配置、過去の犯罪データなどです。予測の種別は回帰予測です。ジャンルはセキュリティです。13
13個目、交通事故が発生する確率を予測。予測に使用するデータは交通情報、道路状況、気象状況、交通量、過去の事故データなどです。予測の種別は回帰予測。ジャンルはセキュリティです。14個目、クレジットカード取引が不正利用かどうかを予測する。予測に使用するデータセットは取引履歴、取引金額、取引場所、利用者の属性などです。予測の種別は分類予測です。ジャンルはセキュリティです。15個目、音楽のジャンルの分析です。予測に使用するデータセットは楽曲の音響特徴、ビート、メロディー、アーティスト情報などです。予測の種別は分類予測です。ジャンルは音声認識です。16個目、音声から言語識別です。使用するデータセットは音声サンプル、発話言語、アクセント、発話者の情報、年齢、性別などです。予測の種別は分類予測です。ジャンルは音声認識です。17個目、音声から感情を認識。予測に使用するデータセットは音声サンプル、発話者の感情ラベル、喜び、悲しみ、怒り、驚きなど。予測の種別は分類予測です。ジャンルは音声認識です。18個目、自然災害発生リスクを予測です。予測に使用するデータセットは気象データ、地質情報、過去の災害データ、地域の人口密度などです。予測の種別は分類予測です。ジャンルは農林水産です。19個目、魚の種類を分類予測です。使用するデータセットは魚の画像、形状の特徴、色、大きさ、鱗の形状、生息環境などです。予測の種別は分類予測です。ジャンルは農林水産です。20個目、農作物の成長を予測する。使用するデータセットは水やりの頻度、日照時間、気温、湿度、栄養状態など。予測の種別は回帰予測です。ジャンルは農林水産です。21個目、中古車価格を予測する。使用するデータセットは車の年式、走行距離、車種、ボディカラーなどです。予測の種別は回帰予測です。ジャンルは資産運用です。22個目、不動産価格を予測する。使用するデータセットは物件の面積、立地、築年数、周辺知識の情報など。予測の種別は回帰予測です。ジャンルは資産運用です。23個目、未来の株価を予測する。使用するデータセットは過去の株価データ、市場の状況、企業の業績、ニュース記事などです。予測の種別は回帰予測です。ジャンルは資産運用です。24個目、顧客に返済能力があるかどうかの予測。使用するデータセットは年齢、収入、職業、信用履歴、住宅情報などです。予測の種別は分類予測です。ジャンルはファイナンスです。25個目、従業員が離職するかどうかを予測。使用するデータは年齢、入社からの経過月数、部署、有給消化率、残業などです。予測の種別は分類予測です。ジャンルは人事です。26個目、患者が特定の病気になるかを予測。使用するデータセットは患者の年齢、性別、体重、身長、既往歴、血液検査結果などです。予測の種別は分類予測です。ジャンルは医療です。27個目、未来の天気を予測。使用するデータセットは過去の気象データ、気圧、気温、温度、風向き、風速などです。予測の種別は分類予測です。ジャンルは気象です。28個目、電力需要を予測。使用するデータセットは過去の電力使用データ、気温、曜日、祝日、特別なイベントなどです。予測の種別は回帰予測です。ジャンルはエネルギーです。29個目、学生のテストの点数を予測。使用するデータセットは学生の過去の成績、出席状況、学習時間、家庭環境、教師の評価などです。予測の種別は回帰予測です。ジャンルは教育です。30個目、スポーツチームの勝敗を予測。使用するデータセットは過去の試合データ、選手の成績、チームの戦術、対戦相手の情報などです。予測の種別は分類予測です。ジャンルはスポーツです。31個目、スポーツ選手の怪我の発生の予測です。使用するデータセットは選手の年齢、性別、競技歴、過去の怪我の履歴、選手のポジション、競技の種類、トレーニング内容、試合頻度などです。予測の種別は分類予測です。ジャンルはスポーツです。
30個を出すつもりでしたが、区切りが悪かったので31個あげました。皆さん仕事で活用できそうな機械学習、やってみたい機械学習はありましたか？私自身、これらの機械学習でできることを知った時に本当に感動しました。これらができるようになれば魔法の杖を手に入れたようなものと思ったのを今でも覚えています。ぜひやりたいこと、機械学習を Python で実現してみてください。そもそも機械学習ではどんなことをするのでしょうか。機械学習の実装までの大まかな流れは次の通りです。データ取得、探索的データ分析、特徴量エンジニアリング、モデル作成、モデル評価、これらのプロセスでやることは、データ取得では必要なデータセットを収集する、ライブラリーは Pandas を使います。探索的データ分析では、データ集計、可視化などを通してデータセットにどんな特徴があるのか把握する、ライブラリーは Pandas、 Matplotlib、 Seaborn を使います。特徴量エンジニアリングでは、機械学習のモデルの予測精度向上に有効なカラムを抽出、加工をするプロセスです。主には Pandas のライブラリーを使います。モデル構築では、問題に適した機械学習のアルゴリズムを選択し、機械学習のモデル作成をします。ライブラリーとしては Scikit-learn などを使います。次にモデル評価です。構築したモデルの性能を評価します。主には Scikit-learn のライブラリーを使います。今説明した通り、機械学習には Python 基礎、Pandas、Matplotlib、Seaborn、Scikit-learn などの機械学習系のライブラリーのスキル習得が必要です。では、どのぐらい習得時間がかかるのか、どういうステップで学習をすればいいのかを解説をします。まず、Python の基礎について解説をします。Python 基礎とは何でしょうか？キノコードでは、Python 超入門という動画を出しています。この内容が私が考える Python の基礎になります。具体的には Python の基礎は、制御構造である for 文や if 文、そしてリスト、関数、クラスなどです。この Python の基礎学習は、入門者にとっては非常に退屈に感じられる方もいらっしゃると思います。とはいえ、 Python の基礎は次のステップで必ず使用します。そのため、私はさらっと学習するで OK だと考えています。暗記は不要で、 Python はこんな感じなんだなぐらいの温度感で学習を進めてください。 YouTube 動画の Python 超入門講座は、動画の長さとして約1時間あります。プログラミング学習サービスのキノクエストには、 Python の超入門講座の問題が約100問あります。1日1時間ずつ10問進められると仮定します。そうすると10日で終わることになります。ただし、 Python 入門者であれば迷う点があると思います。さらには復習などを含めると、その倍はかかるかもしれません。したがって Python 基礎の学習時間は約1ヶ月かかると想定されます。なお、 Python 学習サービスキノクエストは、学習カリキュラムがあり、学習順番や学習方法に迷うことがありません。キノクエスト内に動画があるので、インプットができ、環境構築不要でコードを書く機能もあります。Python 学習のお供にぜひご登録ください。 Python の基礎を習得した後は、 Pandas を学習しましょう。 Pandas とは、データを Excel のような表形式で扱うことができる Python のライブラリーです。私はプログラミング学習を始める前、ライブラリーと聞くと、なんだか難しそうな印象を持っていました。ですが、 Pandas を使うようになってから、なんだ、ライブラリーとはこんなことかというふうに理解することができました。 Pandas を使うことを通して、ライブラリーとは何なのか、ライブラリーとはどうやって使うのか、そういったことを学んでみてください。 Python が人気があるのは、ライブラリーが豊富なことも理由の一つです。ライブラリーの使い方を Pandas の学習を通して学びましょう。例えば Pandas では次のようなことができます。 CSV ファイルを読み取るための機能、Excel のデータを読み取るための機能、列や行の追加、変更、削除ができる、フィルターをかけて特定の行を抽出できる、列の並び替えができる、グループごとに集計することができる、表同士のデータを特定のキーで結合することができる、時系列データを扱うことができる、今説明したようなことができるため、
Pandas では次のような作業を自動化することができます。複数の Excel や CSV ファイルを一気に読み込む、列や行の削除、特定の条件で抽出、データ同士の結合、グループごとに集計、グループごとに複数の Excel に一気に書き出し、このように Pandas ではいろいろなことができます。Excel でできることは Python でほぼできると言っても過言ではありません。業務では売上だったり在庫データであったり経理データであったり Excel のような表形式にしてデータを扱うことが多いですよね。そのため Pandas ではこういった集計業務で大活躍します。キノコードが運営する Python 学習サービスキノクエストには Pandas の問題が約300問あります。1日1時間ずつ学習するのであれば10問進められると仮定します。そうすると30日で終わることになります。ただし復習などを含めるとその倍はかかると想定されます。したがって Pandas 習得までにかかる時間は2ヶ月と想定されます。 Matplotlib は Python のグラフを書くためのライブラリーです。Matplotlib を使うといろいろな種類のグラフを作成することができます。データ加工が得意な Pandas にもグラフを作成するメソッドや関数がありますが、 Matplotlib の方が種類が豊富です。この Matplotlib を使えばできないグラフ化がないと言ってもいいです。 Excel や BI ツールにできるグラフ化はほとんど実現できると言っても過言ではないでしょう。また Python には Cbone というライブラリーもあります。Cbone も Matplotlib と同様に Python のグラフを書くためのライブラリーです。 Cbone は Matplotlib をベースに作られており、 Matplotlib より美しいグラフを作成することができます。また Cbone は Matplotlib を改良して作られたものです。そのため Cbone より少ないコードでグラフを作成することができます。美しいグラフを簡単に書ける、これが Cbone です。しかも Matplotlib も Cbone も Python のライブラリーだから無料です。 Excel や BI ツールのように有料ではありません。また無料なのでどの職場に行っても利用可能です。ぜひ習得されることをお勧めします。 Python 学習サービスキノクエストには Matplotlib と Cbone の問題が230問ほどあります。1日10問ずつ解くとなると23日かかります。復習の時間を倍取ると50日かかることになります。したがって Matplotlib Cbone を習得までにかかる時間は1ヶ月半と想定されます。機械学習のモデル作成には機械学習のライブラリーの習得が必要です。その中でも必須のライブラリーが Scikit-learn です。 Scikit-learn では様々な機械学習のモデル作成ができます。そのため基本的な機械学習のモデルはほとんど構築できると言ってもいいでしょう。また機械学習のプロセスであるモデルを評価するための関数メソッドも準備されています。 Python の機械学習系のライブラリーには PyTorch や TensorFlow などもありますが、まずは Scikit-learn だけで十分です。 Scikit-learn の習得を目指しましょう。 Scikit-learn の習得には1ヶ月もかからないと思います。しかし機械学習の流れを抑えて実務でも活かし始めれるようになるためには、機械学習の分析課題に3つから4つ取り組む必要があります。分析課題に取り組みながら機械学習の流れやモデル作成、モデルの評価を覚えていけば良いです。 Python 学習サービスキノクエストには機械学習の分析課題とその解説があります。全部で10問以上の問題があります。これを3つ4つ取り組めばだいぶ自走できるだけの実力がつくと思います。1ヶ月に1つ3つ取り組むとなると3ヶ月かかります。したがって Scikit-learn の習得と実践に入るための基本を習得するには3ヶ月間かかると想定されます。 Python 基礎、 Pandas、 Matplotlib と Cbone、Scikit-learn を習得すれば Python による機械学習は習得できます。 Python の基礎の学習時間は1ヶ月かかります。 Pandas の学習期間は2ヶ月かかります。 Matplotlib と Cbone も2ヶ月です。 Scikit-learn の習得と機械学習の基本の習得に3ヶ月間の時間を要すると思います。したがって Python による機械学習の学習時間は8ヶ月間かかると想定されます。
私は機械学習を習得する際に数学、統計学の理論から入ることはお勧めしていません。まず Python で機械学習を実装できるようになってから理論を勉強することをお勧めします。それは私の経験からそのようにお勧めしています。機械学習の理論をしっかり勉強するには時間がかかります。私自身文系出身だったため、これらの勉強には1年以上かかりました。具体的には高校の数学を復習して、その後理系大学の1年生が学ぶ微分積分、線形代数、確率統計を勉強しました。その後やっとパターン認識の勉強をしました。パターン認識の勉強も難しく大変苦労しました。非常に時間がかかり挫折するポイントがたくさんありました。今なら過去の自分に Python による機械学習の実装を覚えてから理論を学びましょうとアドバイスをします。キノクエストを使って学習をしていただくと Python によるデータ取得からモデル作成、評価まで習得ができます。またベースラインモデルというものを使ってその予測モデルが意味のあるものなのかないものなのか、つまり実務で使えるものなのか使えないものなのかも判断できます。したがって数学や統計学の知識は浅くても仕事で使えるものを作ることができます。そうすると仕事で成果が出せます。仕事で成果が出せると会社で評価されます。会社で評価されるので給料が上がる可能性が高まります。昇進だってできるかもしれません。そうするとますますプログラミングに関する仕事に専念ができます。そのタイミングになってから仕事では Python による機械学習の実装、プライベートで数学や統計学の勉強に充てるというやり方ができると思います。そのタイミングになってから勉強されると良いでしょう。キノコードでは Python を習得するためのプログラミング学習サービスキノクエストを運営しています。このサービスは最短で Python を習得するために作られたサービスです。プログラミングは本を読んだり動画を見ただけでは習得することができません。ソースコードを書くことで Python ができるようになります。キノクエストの特徴は次の通りです。学習目的別に学習カリキュラムがある。Python を学習している仲間が集まるコミュニティがある。専門以上の問題を解いてプログラミングの習得ができる。環境構築不要ですぐに始められる。動画と連動しているのでインプットもできる。月額1990円とプログラミングスクールなどに比べて圧倒的に低価格です。キノクエストを詳しく知りたい方は紹介ページをぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。